どうも、田畑ブラザーズです。有野俊です。高校野球、秋季関東地区高校野球大会、徹底予想始まりました。今年もね、春の選抜の出場校が決まろうとしてます。そちらのね、関東大会を関西人の僕が徹底予想します。これは、なぜかと言いますと、関東のレベルがね、非常に高い。あと関東の野球熱がすごいのよ。まあ、そちらをね、僕が関西人としては見てました。はい。見てて目の当たりにしましたし、今年もね、関西ちょっとレベル低そうなんで、もうこの時期から僕は関東に目を当てといた方がいいんじゃないかということで、徹底予想していきたいんですけども。まあ、まずこの秋の大会を予想するにあたっては、やっぱり投手がいいところが勝ちます。まあ、これは僕の経験談でもありますし、で、あとは、チームとしてやっぱりどこまで仕上がってるか。まあ、仕上がってるというよりかは、どうだろうな。勝ちパターンをどんだけ確立できてるかっていうのが、僕は結構重要になってくるんじゃないかなと思ってますので、まあそちらをね、予選のスコアとかの勝ち上がり方を見て判断していきたい。であとはやっぱり好投手、140後半を投げるようなピッチャーがいてるチームは、もちろん評価高いですし、そちらをね、ちょっと見ていきたいんですけども、ね、関東大会ね、まあどうなんだろう。組み合わせ表を見てね、常総学院とか、仙台松戸、花咲徳栄、横浜高校とかね、なんていうんだろうな、もう有名校早速潰し合うやん、みたいな感じなんですよね。で、関東大会も、確か6校出れるんかな ?6 校出れて4チームが、ベスト4がだから確定するんよ。今日はちょっとそのベスト4、甲子園確定するチームはどこだということで、徹底予想していきたいんですけども、こちら、田畑ブラザーズ、オーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん、概要欄から LINE 登録して、見積もり発注よろしくお願いします。そして、こちら、田畑ブラザーズのオーダースーツで、お客様のスーツ、今2着あります。これはね、僕のお客様が2着購入してくださったんですが、夏流行りのブルースーツです。この夏の時期はね、やっぱブルー で清潔感もあって、涼しさも演出できるということで。で、こちらがですね、グレーのチェックのスーツでして、ボタンと裏地で、両方ね、この茶色で揃えてまして、非常にかっこいいかなと思います。これね、僕がヒアリングしながら、お客様と共にね、形とか、配色を決めていったんですけども、完成品見て満足していただける商品になったんじゃないかなと思います。オーダースーツの方もぜひ、よろしくお願いします。雰囲気的にはちょっと近畿大会と似てるんやけども、一個違うところがあって、僕の高校野球の師匠に教わったんですけども、僕高校野球の師匠2人ぐらいいてるんで、毎月食事行かせてもらってるんですけど、師匠が言うには、関東大会はスーパーシードというやつがあるらしいね。まあ、簡単に言うと、ありえない話なんですけども。まあ、各地方で、関東の地区で1位になりますよね。神奈川県1位とか、栃木県1位とか、千葉県1位とかね。まあ、その他いろいろありますけども。その1位のチームだけが、どこが選ばれるかわからない。本当に抽選で、スーパーシード権っていうのをもらえるらしいね。恩恵としては、1回勝てば、甲子園確定です。ありえません。近畿では考えられません。近畿はね、2回勝てば確定なんかな、確か。2回は絶対勝たなかんねんけど、1回勝てば確定やねんって、関東のこのスーパーシード。なんやそれはと、じゃあ、そのチーム確定ですやんって言ったんですけど、意外と負けるらしいね。まあだから、まあ、今回はね、スーパーシードに作新学院が入りました。ちょっともう、あれですけど、作新学院、甲子園確定です。はい。ピッチャーが、140後半投げる右投手いてますし、結構体もごつめで、選抜もし出てきたら150キロぐらいは計測するんじゃないかぐらいのピッチャーいてます。確定です。いや、それ一回は勝つやろ。で、もし対戦するとなればね、群馬県2位と山梨県2位のところなんで、まあ、こちらは多分帝京第3が上がってくるって僕は予想してるんですけど、作新が勝ってベスト4行くと思います。じゃあちょっと死のブロックって呼ばれる死のブロック。
別のブロックいきましょう。中央学院、白鴎大足利、県大高崎、鹿島学園。こちらはね、僕は県大高崎が甲子園を確定させると思います。県大高崎の勝ち上がり方見ましたけど、多分一番強いんじゃないかな。まあもう一個注目校あんねんけど、県大高崎はですね、関東大会でも上位の実力やと思います。軌道破壊で、有名ですよね。なんかその軌道破壊の時代があって、なんか分からへんけど一回やめてバッティングの時代にシフトチェンジみたいな、甲子園で勝つのはバッティングみたいになったらしいねんけど、今はだからどうなってるか分からへん。映像は見てないんで本当にこれスコアだけで判断してるんやけど、まあ相手関係もあるとは思うんやけど、圧倒的に打ち勝ってますね。なので完成度も高いんじゃないかなと思いました。準決勝決勝戦でまあ圧勝してる、7点差とかつけてね、7点差10点差で勝っていってるんやけど、一個気になるのはやっぱ4失点してるところっていうのところだけはちょっと気になりました。まあ何かその辺でちょっと隙が出てね、でもまあこのブロックだとさすがに勝ち上がってくれるんじゃないかなと思っております。続きまして、桐光学園、文星芸大附属、山梨学院、昌平。こちらのブロックもね非常に難しいんですけども、桐光学園が神奈川県大会1位で横浜高校を倒して出てきてるんですよね。でそのちょっと決勝のスコアが15対14とかやったよ。これを僕はどう取るかやと思うんやけど、僕はねちょっと評価下げたいなと思います。非常にレベルの高いバッティングやと思うんやけど、そんなスコアならんど、ならんど、ほんまに15対14ですからね。桐光学園も1位とはいえ14点取られてるわけですから、さすがにちょっとこれは足元救われるんじゃないかなっていうので、まあ、僕は、ここのブロックはね、山梨学院かちょっと昌平高校にの勝者に期待したいなと思います。こっちはね多分勝った方がいくんじゃないですかね。まあ、僕は、山梨学院が勝つと思いますけど、去年の春選抜優勝して、そこから夏は出れず、昨年はねもうこういう浮き沈み激しい感じやったんやけど、まあ、春の選抜で優勝してるっていうことは多分ね秋向きというか秋が強いんじゃないですかね、この山梨学院っていう監督さんもね、吉田監督さん、僕も教えてもらったことありますから応援してるチームですし、そういう意味も込めて、まあ、このブロックは山梨学院が勝ち残ると思います。最強のブロックいきたいなと思います。ここはね本当に僕はダントツで常総学院です。県大高崎と常総学院が僕のダブル本命なんですけど、常総学院はまずは投手力が安定している、そしてね地方大会がほとんど点差で言うとコールド勝ちの点差で勝ってきている。これは自力がないとできない、まあ、いくら相手が弱いとはいえ秋の段階では自力がないとこういう試合はできないと思うんで、チーム力、おそらくねその情報によると下級生から試合に出た選手が何名か残ってるから今年もこういう強いっていう感じなんですけど、試合結果見る限りは勝ちパターンが確立してるんじゃないかなっていうふうには思いました。まあ、なので一番まあ僕は常総学院が甲子園に行くと思いますが、やっぱり強力なチーム多いんですね、このブロック。先制点とか取られてその勝ちパターン崩された時にどういかにね巻き返してくるかっていうところもちょっと注目しながら見たいですかね。もうさっと解説終わりましたが、ちょっとね時間の都合もあってそこまで全チーム診断っていうことはできてないんですけども、とりあえずベスト4甲子園確定させるチームは作新学院、常総学院、県大高崎、山梨学院、こちらにしたいなと思いました。神奈川のね横浜と桐光学院は学園はちょっと評価下げてます。もしかしたらとんでもなく強い可能性もあるし、とんでもなく弱い可能性もある、そういうリスクを抱えてると思ってるんで、僕はねちょっと弱い方にかけたいなと思います。まあ花咲徳栄とかもめっちゃ評価上げたいんやけども、横浜には勝って5位か6位に滑り込んでほしいなって思いました。ベスト4ではないんじゃないかなって。ただ埼玉県1位ですので、多分決勝の勝ち方がそんな良くなかったんよ。
花咲徳栄。この動画が結構ね再生数いけばもう関東大会全東区全校診断みたいなのしてもいいんですけど、今回ちょっと目星いところだけ言わせていただきました、関西の門がね、関東の畑に手を出すのどうかなと思いましたけども、冒頭にも言いましたけども、関東の野球熱、関東のレベルの高さっていうのをこれからねもしかしたらトレンドになっていくかもしれないんじゃないかというところで、関東大会にも動画手を回させていただきました。僕が選んだベスト4が甲子園確定させることを願って、関東大会楽しみに見ていきたいなと思います。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。